こんなの持ってくる人は誰や。問題菊池氏は熊本県の北の方にありますばってんか。その菊池氏の総面積は大阪市よか太かろか細かろか。えちょっと待ってください、ちょっと別れてください。ねえねえ、ちょっと待って、標準語一回喋ってくれればいいんだ。じゃあ標準語でいきますよ、皆さんにも分かるようにね。菊池市は熊本県の北部に位置する地域です。はい、その菊池市の総面積は大阪市よりも大きい。丸か×か、どうやら菊池区ラスボスのようです。勇者の皆さん頑張ってくださいね。もう一度問題言いますよ。菊池市は熊本県の北部北の方に位置する地域です。その菊池市の総面積は大阪市、大阪市ですよ、大阪市よりも大きい。丸かわずか、丸だと思う勇者の皆さんは向かって左側、ね、大阪市の方が大阪市の方が大きいんじゃないかっていう人はこっちだね。うん、大阪市よりも大きい。大きい、菊池市が大きかったよ。まあ、で大阪市の方が大きいと思ったらまず、分かれてください。おー、ボウ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 。ゴールなんだけどな。おい、大変おかしいね。え、なんか、え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 
障害に対してね、もうね、ほんま楽しくてね、帰られへんって噂聞いたことあるけど。ほんまやったよな。いやいやいや、うちらの旅何知らん。それ、ガラクタ生活線やよ。頑張ってくれた勇者さん、そう、喜びだった。私、10個しかプレゼント用意してないの。え、すいません、